皆さんこんにちは、かよです。前回ここの胸部の、ちょっとした失敗で気になるところを修正するっていうことで宿題になってたんですけど、それが終わりました。綺麗に、まあいいかぐらいのレベルまでは持っていきました。で、あと残りの塗ってなかった、ちょっとこう忘れつつあった腰、ウエストのところの絞りっていうんですかね、これはでもなんか俗に言う後はめ加工っていうものをしなくちゃいけないんですよね、きっと。でも塗ったはいいんですけど、結局このガッチャンした後にまた休んないといけないっていうことに後で気づき、あ、なんだ、別に今やる必要ないから残してたんだっていうのを気づきました。長きにわたり作ってると、なんでこれをしてなかったのかっていうのを忘れるんですよね。まあよしとしましょう。ちょっと私今歯列矯正を始めまして、ちょっと滑舌が今までよりも悪いんですが、そこは気にしないでください。さしすせそうとたちつてとが言いづらい。今銀色のつぶつぶのワイヤー矯正じゃなくて、あっちの何ていうんですか、マウスピースカパッて取れる透明の歯列矯正用具の、あ、用具ない、歯列矯正のそういうインビライザーだったかな、なんかそういう名前のものを今ガボッとつけてます。だからちょっとこう口のこの辺が分厚い感じがして、ちょっと喋りにくい。あと唾液がすごい分泌する、なんかちょっと唾がプーって飛ぶかもしれないです。はい、そして前回予告で言っておりました筆の加工、このちょっと今までのスプレー、ヘアスプレー、ハードスプレーで剥がし塗装とは違う汚れのつけ方を今からやりたいと思います。そのために作りたいのがこちらの筆です。じゃん、ギザギザ仕様ですね。これ普通にもう既製品で売ってるのもあるんですけれど、自分の好きなこの筆の幅で自作して、均等じゃなくちょっとランダムにみたいな、少しこうなんていうんですか、あまりにも揃わないぐらいがいいかなと思って、私は自作をしてみました。はい、意外と簡単です。普通に切るだけ。もうこの筆は出来上がってるんですけれど、今からそのこの加工のやり方、画流ですけれど、それを皆さんにお見せしたいと思います。はい、今日使う材料はこちらです。じゃん、ダイソーの白い筆。ですね、この種類になります。今売ってるのかな、ダイソーはなんかこの同じのが入荷してたりしなかったりするので、どうでしょうね。ナイロンの柔らかめ平筆5本セットです。柔らかめですね。これなんでこれを選んだかというと、なんか前普通の塗装で使った時にすごくこう、別に何も加工してないんですけど、ちょっとこう締めると筆先が締めると、なんかこうすごくこうギザギザに寄りやすいんです。この筆薄いからかな、そこは分からないですが、あとなんかこうフラットで毛が少ないので、こう切って加工しやすいかなと思ってこれを選びました。もう作ってるんですけど、この作る工程をもう一度動画でやってみたいと思います。はい、デザインナイフで切っていくんですけど、切れ味が最大限にいい方がいいので刃は先ほど変えました。そして切るポイントなんですけれど、この筆の穂先の位置は変えないでください。筆の穂先の位置を変えずギザ、ここを変えずギザみたいな感じでいきます。この塗装するときにタッチするところがバラバラになると
結局そのばらついてこうへこんでいる、へこんでいるこの位置に足りてない部分は結局つかないことになってしまうので、必ずこうギザの頂点はこの今のこの穂先に来るようにカットしていきます。こうやってしっかり固定して端っこからいきます。結構横にザクッと横にザクッと、そして今ここが切れましたね。でここは残したいのでこう残して1ミリぐらい開けましょうか。そしてザクッと、もうちょっといっていいな、ザク、またこっちもザクッと、こんな雰囲気でギザギザを作っていくのですけれど、はい、ここも残して次のザクッと、ザクッと、まあ、均等にって思ってやってるんですけど、別に測ってるわけじゃないので均等にならなくていいと思って作ってるんですけど、でも普通にこの曖昧な状態でやってるので多少なると均等にって思っとかないと測り知れないぐらい均等じゃない状態になるので、今均等を意識しています。はい、こんな風ですね。やわめなので結構簡単に切れます。そしてもうちょっとギザギザのこの奥が深く入ってた方がやりやすいので、もうちょっと奥に攻めます。奥に攻めます。これで十分奥行きも行きました。はい、ちょっと試し塗りしてみましょう。はい、もう完全にギザギザになってくれますこの筆こういうのにはとっても優秀。こんな風でこういうラインが引けます。もう本当に穂先がちょっと当たる感じでスーって引くと細いラインが引けてとてもいいですよ。プラ板に試してみます。こんな感じですね。はい、というわけでギザ筆で出来上がりました。これを使って肩のアーマーの部分を塗装していきたいと思います。筋彫りのラインに沿ってなんとなく斜めに入れていきます。縦線も入れます。ランダムに入れたら今度は綿棒を準備してください。綿棒を大量に準備しましょう。そして欲しい線、欲しくない線、パネルがこうあったらいいなっていうのを意識しながらラインを消していきます。
とは消したり足したりしながらいい感じになるまで調整していきます。はい、そんな感じでこのような雰囲気で塗装が仕上がりました。ちょっとこうね、光で見づらい部分はあるかと思うんですけれど、まあなんていうかな、こう金属がリアルにガチャッとなった少しだけこう使い古されている感といいますか。はい、これを今黒でだけやってみたんですけれど、もうちょっと違う色も交えながらこう消したり塗ったりしてみようかなと思います。でこの上からやっていくと結局エナメルの溶剤で全て消えちゃって混ざってしまうので、前も生放送の時に使いましたスプレーの、缶スプレーの、何だったかな、使ってしまったかな、もう、これです、トップコートを挟み込んでどんどん重ねていっていこうかなと思います。この後前使ったのはツヤ消しだったんですけど、今回はツヤありか、まあ半光沢を中にこうかませて塗ってかませて塗ってみたいな感じでしていこうかなと思ってます。はい、それでは続きはまた来週お楽しみに。バイバーイ。